今月も長野マーケットから新商品出ますよ。発売日が4月19日です。それでは紹介していきますよ。もちますマスコット、長野のクマ、もぐころ、パグさんが登場です。サイズ感が気になりますね。ぬいぐるみ S ぐらいだったらいいな。きっとふわふわなんだろうな。頭部分に紐等がなさそうなので一緒に出かけたりはできない感じかな。あー迷うね。欲しいね。各1870円です。早インパラに乗ったクマぬいぐるみ、ピーポポのクマバージョンですね。こんなの買うに決まってるじゃないですか。クマの持ってるバッグも販売して2420円です。早インパラをかぶったちいかわマスコット、かわいすぎです。3人揃えたいです。サイズはぬいぐるみ S かな。各1650円です。ちいかわちゃん待っていてね。ひんやりハンカチ、オフホワイト、暑い日にこれで汗拭くと気持ちいい。880円です。ひんやりブランケット、オフホワイト、夏に向けて準備しておいた方が良さそうです。6380円です。ひんやり大きめ枕カバー、オフホワイト、ブランケットと一緒に購入だよね。1870円です。大きめ便利巾着、どのくらい大きいのかな。サイズ次第で購入したいです。写真じゃわかりづらいよ。グレーはクマやパグさんもぐころで、ブラウンはちいかわちゃんたちと長野キャラがいっぱいです。各2090円です。刺繍缶バッジ、刺繍はいつも可愛いんですよね。各935円です。ここからは長間のオンラインと長野店開催中の長野店大丸梅田の2箇所の販売になります。お間違いなく。しましまぬいぐるみ、長野のクマとパグさん、そしてもぐころ。何これ、電線マン、すごくボコボコしているんですけど、めっちゃ気になる。でも見た目で苦手な人はいそうだね。各2640円です。しましまマスコット、先ほどのちっちゃいタイプですね。いつものボールチェーンじゃなくキーホルダーの金具がついてるね。実物見てみたい。各1760円です。パタパタ時計、めちゃくちゃ欲しい。普通に長まで販売してよ。1分おきにパタパタと音するのかな。5720円です。長野フレンズパブリックポスター M、 意外とちっちゃいタイプかな。欲しい欲しい欲しい。1540円です。長野フレンズ208ピースジグゾーパズル、これ絶対難しいやつ。208ピースを舐めたら飽きまへんで。1540円です。長野フレンズヤックパックコラボボックスショルダー、サイズ感良さそう。もうやめて、破産する。4400円です。まだまだ続くよ。長野フレンズワンポイントコミックススクエアトートバッグ、ハチワレちゃんのお寿司とインパラは余裕だった、作った方が。各2640円です。長野フレンズネックストラップ、クマバージョンとちいかわちゃんたちの2種類、各748円です。長野フレンズパタパタメモ、使うのもったいないようの2種類です。各715円です。長野フレンズピンズコレクション、全8種類です。黒くなったクマいいですね。単品で550円、ボックスで4400円です。ボックスでコンプしてくれるよね。長野フレンズ
スマホに貼れるサイズのホログラムステッカーコレクション、みんな可愛い。単品で330円、ボックスで3960円です。長野フレンズ名言大カットアクリルキーホルダー、買った方が早インパラつけたい、価格880円です。長野フレンズステンレスタンブラー、2種類で価格2860円です。長野フレンズ色紙コレクション、全6種類で価格1320円です。長野フレンズ万年カレンダー、1540円です。長野フレンズ IC カードケース、もう何でもありだね、価格1210円です。長野フレンズクリアマルチケース SS、 全4種類で価格825円です。長野フレンズ豆巾着、全5種類で価格660円です。長野店の大丸梅田ではお買い上げ特典があります。5500円以上でトートバッグ、配布時期によってデザインが変わります。2種類欲しいやつ、8800円以上でお顔ぬいぐるみバッジ、普通に販売してよ。そして長野先生直筆のサイン入りアートフレームが抽選販売です。当たった人いいな。その他にも会場限定のものがたくさんあるようです。前回販売していた黒いクマも販売します。名古屋での開催は本当いつになるのでしょう。スケジュールにも入ってないよね。長野店当たった方、楽しんできてください。破産だけは気をつけてね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー、上の動画もおすすめだよ。右上が最新動画です。